アレコ・エスカンダリアンはアメリカ合衆国ニュージャージー州出身の元サッカー選手。ポジションは FW。父親であるアンドラニク・エスカンダリアンはイラン代表としてワールドカップ出場を経験しているプロサッカー選手であった。大学サッカー界では優秀な成績を残し2003年の MLS スーパードラフトで DC ユ n イテッ d から指名を受け、 プロサッカー選手としてのキャリアをスタートさせる。2003年には3ゴールにアシストと結果を残せなかったが、2004年シーズンは10ゴールにアシストでチームに貢献。その年の MLS カップでは2ゴールとチームの勝利に貢献した。しかし、2005年シーズン中に相手キーパーとの接触で頭部を強打、シーズンを棒に振ってしまう。 リハビリから明けた2006年シーズン途中から移籍が決まり2007年シーズンにはトロント FC で再スタートを切る予定であったが2007年シーズン前にジェフ・カニンガムとの交換トレードでレアル・ソルトレークに移籍2008年1月18日 2008MLS スパードラフトでチーバス USA に移籍した2009年7月1日 ロサンゼルスギャラクシーに移籍した。ありがとうございます。